皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学3年生の数学計算練習の16回目です。では問題を見ていきましょう。四角1、次の計算をしましょう。カッコ1、18割るカッコマイナス2足す7と、こういう計算ですね。18割るマイナス2はマイナス9で、足す7、こうなりますから答えはマイナス2。はい、カッコ2番です。 3xy3 乗かけるカッコマイナス 2x2 乗 y カッコとして3乗ですね。気をつけなくてはいけないのはここの部分なんですけれどね、この後の3乗ってことはマイナス 2x2 乗 y を3回かけるということですね。つまりマイナス 2x2 乗 y かけるマイナス 2x2 乗 y かけるマイナス 2x2 乗 y という計算をするということです。ですからここの部分ね、まず前は 3xy3 乗ですね、かけるマイナス2も3回かけますから、マイナス2かけるマイナス2かけるマイナス2マイナス8、x2 乗も3回かけるので x2 乗かける x2 乗かける x2 乗、つまり x は6回かけたと。で y は3回かけたので3乗になるということですね。もうね、できちゃう人はここの外側の指数と内側の指数を掛け算すれば出てくるというのを知ってる人もいるかもしれませんね。数字は3×24、マイナス2も忘れないと。で、x はここに1つ、ここに6回なんで、x は7乗と。y は3乗と3乗なんで、y は6乗と。マイナス24、x7 乗、y6 乗というのが答えになります。はい、次に行きましょう。3番はルート2分の6足すルート8ですね。これルート2分の6というのは有理化しますよ ね。こんな風にやりましたね。でルート8は2ルート2と、ここの部分有理化すると2分の6ルート2足す2ルート2ですよね。ここ約分すると3ルート2足す2ルート2イコール5ルート2と、このように、計算ができます。四角の2に行きましょう。次の式を因数分解しましょう。カッコ1 AX2 乗引く A、 まずそれぞれ A が入っているのでカッコ2ね、A を前に出して、カッコ X2 乗マイナス1。まずこうなりますよね。この X2 乗マイナス1、もうこれ以上できないんじゃないのと思う人いるかもしれないんですけど、この1の部分、1の2乗と考えると、カッコの中、X2 乗引く1の2乗。こうなっているんですね。この2乗から2乗を引く形ですから、因数分解できます。カッコ x プラス1、そして x マイナス1。はい、これで因数分解が完成です。カッコ2番、3x2 乗足す 6x 引く24という。これ、数字の部分を見ると全て3の倍数ですから、一度3でくくり出しをしましょう。と、x2 乗プラス 2x 引く8と、こうなりますね。で、カッコの中の x2 乗足す 2x 引く8、この部分、因数分解できます。かけてマイナス8、合わせてプラス2になる数の組み合わせですね。プラス4かけるマイナス2というのが分かりますので、3をここにまず書いて、x プラス4、それから x マイナス2と、ね、はい、これで因数分解完成しました。
四角3番です。 A イコール6、 B イコール3分の1の時、次の式の値を求めましょうと。式は括弧 A プラス B 括弧の2乗を引く B 括弧 3A プラス B と、これを展開してまとめます。と、前の部分は A2 乗プラス 2AB プラス B2 乗引く 3AB マイナス B の2乗と、ね、こうなりますね。と、A の2乗、それから 2AB マイナス 3AB でマイナス AB で B2 乗から B2 乗引く、ここの部分は消えました。で、ここに代入しましょう。 A は6ですから、6の2乗を引く6かける3分の1と約分しましょう。と、36引く2イコール34。これがこの式の値ということになります。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞ高校受験の勉強頑張ってください。ではまたお会いしましょう。さようなら。